知らないアニメ紹介、はい、はい、赤吉のイレブン、どんなアニメですか？赤吉のイレブンはですね、まあ、サッカー漫画なんですけど、主人公は、まあ、サッカーがめちゃくちゃ上手なあの少年なんですけど、性格が悪すぎてチームメイトが集まらない。そんな中で新しく入学した高校で、もう力の限り暴力的にメンバーを増やして、セブン、7人集めて、サッカーの大会にセブンって挑んでいくという漫画でございます。